隊長のウミウシラジオ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。隊長です。隊長のウミウシラジオ第16回 YouTube6 回目でございます。はい、もう9月に入りまして、すっかり秋めいてまいりましたね。朝方なんかとても涼しい感じでね、すごいカラッとした秋晴れっていうんですかね、非常に過ごしやすくなってきましたかね。まあそれでも最高気温30度なんかね、関東地方で超えるようなこともあるようですけれどもね。いやただちょっと夜寒いですよね、結構。ね、あんまり涼しいなと思ってね、布団かけなかったりとかねして、皆さん、風邪などひかないようにね、ぜひお気をつけくださいね。ね、まあ最近はね、まあ夏も終わってこれから秋なんですけれども、ダイビングなんかも非常にねやりやすい季節になってきましたね。まだ水温なんかはね暖かいままで、外がね意外と涼しくて過ごしやすいなんてね、秋潜りに行くの結構好きなんですよね。やっぱなんていうんですかね、生物もこう活気づいてるっていうんですかね、なんかやっぱ春がこう誕生のね季節で、夏がこうね成長の季節で、秋はなんていうんですかね、こうなんだろうね。まあでもなんかこう比較的ね、いろんな生き物が成長して見応えのある季節なんじゃないかなと僕個人的には思ってたりもします。はい、群れなんかもね、やっぱり秋に見切ることの方が多かったですしね。やっぱりまあ僕はね伊豆で潜ることが多いんですけれども、伊豆なんかはすごいとてもね四季のあるね、海の中に四季のあるねスポットなのでね、楽しいと思いますけれども、皆さんもねいろんな場所行かれてるんでしょうね、羨ましいです。僕は伊豆しか行ったことがないのでね、ね、そういったね皆さんのねちょっとした、お話も伺いたいですね。こんなとこはいいよとか、おすすめスポットがあったりとかね、はい、ぜひいただけたら、教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、それでは行きましょう。今回ご紹介するウミウシはキャラメルウミウシです。分類といたしましては、ラサイ目、ドーリスア目、イロウミウシ科、イロウミウシ属でございます。はい、キャラメルウミウシ、これはやっぱりあれですかね、名前の由来は見た目の色ですかね。なんかあれかな、昔のねキャラメル、紙のね紙に包まれたキャラメルに見えたんですかね、それとも食べてみたらキャラメルの味がしたとかいうことはまあないとは思うんですけどね。はい、まあ綺麗ですね。僕は結構このキャラメルウミウシ、まあ毎回言ってますけど、その中でも好きな部類に入りますね。キャラメルウミウシ見てて思うんですけど、やっぱりウミウシにもこうイケメン美人さんっていうのはいますよね。こうなかなか大きくなりすぎるとゴツゴツというか色も濃くなったりとかするんですけど、こうね、なんていうかこう淡い色を保ったままのね、肌が綺麗なというでもいいんですかね、時期っていうのはどうやらあるみたいですね。そんなところをね、こう写真に収めたりなんかすると非常にこうテンションが上がりますね。
うわ綺麗だなとか思いながらね映してますけどね、いつも。うわ可愛いよ君、ちょっといいねみたいな、こっちの角度から行こうかみたいなねそんなことをね、水中でね、まあ、ちょっとたまにね、頭の中で想像しながらやったりしてますけれども皆さんもどうですかね、そんな感覚ってありますよね、きっとまあね、そうやってね、こう撮る側もね、テンションを上げてね、撮ってあげるとよりね、いい海牛写真が撮れるんじゃないでしょうか。はい、ナショジオクイズ、ちょっと拝借。今回から始まりましたクイズコーナー、ナショジオクイズちょっと拝借。ナショナルジオグラフィックのホームページにあるクイズコーナーから海に関する問題をチョイス、皆さんに答えていただくというコーナー。あなたは答えられるかな。では問題です。陸上で最も速い生物といえばチーターですが、海中で最も速い海洋生物は次のうちどれでしょう。1、バショウカジキ。2、クロマグロ。3、ホオジロザメ。4、カツオ。あなたはわかるかな。クイズの答えは次回の投稿にて発表。ピュー、どしどしコメントよろしく。それでは次回の投稿もお楽しみに。はい、ということで隊長の海牛ラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。ね、新コーナークイズのね、ナショジオクイズちょっと拝借、新コーナー立ち上げましたどうでしょうかね、まあ、答えは次回の投稿ということなんですけれど、ちょっと最近ね、海牛ラジオ1ヶ月に1回ペースの更新なんでね、皆さんね覚えててくれるかなっていうのね非常にね不安なんですけれども、まあそれはね、ちゃっちゃと更新しろよってことでねすぐ話なんですけどね、本当にもうね、いやーね、本当にクイズ、皆さんもうね、気楽にね、コメントかなんかでね、答えは何番だみたいなね感じでね、答えていただけるとすごく嬉しいかな。ちなみにね、正解者の中から抽選でプレゼントというのは今のところ考えておりません申し訳ありません。まあ、何かできたら面白いんですけどね、まあ、ちょっと全然そこら辺は未定なのでご了承ください。はい、あとね、いわゆる普通のコメント、普通のお便り的な、ラジオ的に言うと普通おたのね、おはがきというか、まあ、コメントというかね、そういったものもね受け付けておりますのでね、こう海牛ラジオ内でね、そういったコメントも紹介できるとまたね、ちょっとした尺稼ぎができますのでね、皆様ご協力いただければなと思います。はい、まあしばらくはまたね、こういった形でやってきまして、またちょっとねコーナーとか細々とできたらもう少し拡大していきたいなと考えております。はい、それではそれでは隊長の海牛ラジオ、この辺で終わりにしたいと思います。隊長の海牛ラジオ、隊長がお送りしました。ではでは、さようなら。